そして仲間のポケモンたちは楽園でいつまでも仲良く。
気と飽くなき探求心をたたえて、いつしか彼はこう呼ばれるようになりました。いにしえの冒険者と。ここなんだよ、問題にする。本当だ。Yeah.
せないこれ。勝負の敵取ります。スーパースターポケモンのタグゲームに燃えるタグが未来本と白熱バトル。ちょっと待って、フォローだ。果たしてゲットになるか。来週もお楽しみに。はい、さあ始まるとは謎解き村と教えてないでよ、社長よ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。これをね、使っていきます。ボウルに 6g 量ってください。
白玉粉を 6g 入れたら、そこに水を 8g 加えて、白玉粉がしっかりと水に溶けるまでかき混ぜよう。全然違うじゃん、トロトロ。白玉粉が水に溶けたら、それを市販されている白あん 300g が入ったボウルに注ぐ。これを混ぜていきます。混ぜ。ひっくり返すか。ひっくり返す。ひっくり返す。上手上手。はい、いい感じに混ざってきましたね。ここでレンジで温める前に、白あんと白あんとしましょう。ここでレンジで温める前に大事なポイント。水分飛ばしやすいようにボウルに薄く伸ばしてあげちゃう。薄く伸ばす。そう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 。薄く伸ばしたら500ワットのレンジで3分間加熱。 OK です。温めた白あんと白玉をさらに水分を飛ばすため、もう一度薄く伸ばして500ワットのレンジで1分間加熱すれば、白玉粉に根粉が入って落ち出したわけですよ。なので少し粘りが出てる。白あんとは違って手にペタペタくっつけば、これぐらいになったらいい方、手にくっつく。おお、あとはラップに包んで冷蔵庫で2時間冷やせば練り切りが完成するぞ。次週、出来上がった生地を使って本格的な和菓子作りに挑戦だ。ときらきめきくるり私の手を引っ込め、マサオさんは助けたくなくなく今日の手汗ごとにちょっと好みの範囲を見つけた。白い霧の霧リエフで探したいもの再探せないように、どこまで知るそのとおり知らんくりして吐き出せばいい。ライ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 ユースは変わったもんね。おおおおおお、でもだけどきっと可能性や青い気持ちに包み込みをして、ちょっとちょっとちょっと待って、いつか求めたないんだ。時々めきくるり私は乗っている、きっとやる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 。私を知りたい、君の春のままをたい、私を見つけたい、生きてきますの声にできた彼女だらけ大人になったろうね。ご存知
く身につく小学館の幼児教室ドラキッズ。おはさは TVer で配信中。お気に入り登録もよろしく。さあ今日もみんな見てくれてどうもありがとう。そしてアスミちゃん、今日は最高のドキドキだよ。